こんにちはロジャー堀です、えー、来週の日経平均がどうなるかをまた考えてみたいと思います、えー、今日ですね3月の23日水曜日なんですけれども、えー、まあ、ウクライナ問題にですねまあ、大きな動きがあったということでまあ、日経平均はですね非常に大きく上がりましたで、ここからですねもちろん このウクライナ問題がどうなるかということによってですね、株式市場の動きが変わってくるんですけれども、まあ3月の末にですね、えー、今回かかってきますので、この3月の末というのはですね、まあ日本市場に特有なまあ材料というのがあります。まあ一つはですね、まあ3月決算の銘柄のですね、まあ配当取りとですね、えー、その権利落ちの後どうするかという問題ですね。でもう一つは、えー、4月4日からですね、東京市場が新市場に移行します。でそれに伴って ですね新しいファンドの蘇生ですねこういったものがありますそして決算発表それと来期のですね業績予想とそういったですねイベントがここからですねどんどん来ると、まあ、そういった時期になりますので株式市場の方はです、ね、実はものすごく面白い状況にあります。でそういった 大きなイベントの中でウクライナ問題がどういうふうに絡んでくるかと、まあそういうようなですね、えー、株式市場の環境にあるということをまず皆さん覚えておいていただきたいと思います。ではですね早速チャートを見てく,てください。デイトレードに興味はありませんか？ラインから無料で僕が実践しているトレード方法を知れますよ。詳しくは画面右上にあるリンクからどうぞ。 チャートはですねご覧になっていただけたらですねわかりますようにこの「ニケニニゴ」はですねこのトップ プの水準をですね徐々に徐々に切り下げながらですねまあ去年の9月からずっと実は詐欺基調にあったんですねで、この詐欺基調の中でウクライナ問題が出てきたということがですね、えー、ここからの相場を読むにあたって非常に重要なーキーになってきます上げ相場の中でウクライナ問題が起きたわけではない下げと相場の中で起きたんだということですねでそれはですねどういうことかと言いますと、えー、下げ相場の中つまり 全体が弱気の中でですねウクライナ問題が起きてガクンとこういったところまで下がった。でこういったでですね下げ相場の中での中 まあ弱気材料というのはですねそこで一気にですね全部の弱気材料を織り込んでですねここで生産をするとそういったですねまあ傾向がありますですのでここの底値というつまりですねこの2万5000切ったところですねでここの底値というのが非常にですね硬い底値になるというふうなですね見方をすることができますそしてですねまあ先週も申し上げたかもわかりませんが先々週あたりからですね 日経平均あるいはまあ東京株式市場はですねえまあ雰囲気が一気に実は明るくなってます。で,ですねあこれは上昇気象に入るかなという雰囲気の中でですねえ今日ですね えーまあ、3月23日に、えーまあ、G7 が緊急開催をしたからですけれどもされるそして、まあ、ウクライナがですね少し、まあ、ロシアに対して反撃に出たということがですねニュースとして伝わってきました、まあ、こういったですねいろんなニュースがあってですねこの上昇基調に拍車が今かかっていると、まあ、そんなような状態になっていますでですね、まあ、皆さんちょっと思い起こしていただきたいんですがもしですねウクライナ問題がなかったとしたらですね株式市場は どうなっていたかというとですね、えー、FRB の金融政策がですね、大体見えた時点で下げ相場は終わってですね、そこからですね、えー まあ、東京の株式市場で言えばですね日本の3月決算の銘柄の業績期待でですね5月ぐらいから上がっていくと、まあ、そういったようなです、ね、感じの読みが、まあ、基本だったんですけれどもこのウクライナ問題が起きたことによってですね一旦ガクッと下がってですね悪材料すべてここで織り込んでしまったとそしてですねここからリバウンドに入ってきたということになります。ですのでもしですすのもしね まあ、日本のです、ね、3月決算の企業の業績予想がです、ねえー、非常に強いだろうというようなあ予想がです、ね、出てくるとです、ね、この上昇相場はしばらく続くと。 いう,ふうに見ることもできますただ一方でですね原油価格であったりあるいは商品市況ですねまあ、あのロシアっていうのは小麦のですね大生産地でありますし、まあ、原油やですねあの液化天然ガスこういったものもですね非常に多く産出する国です。でこういったものの値段が上がることでですね企業業績が読めないというふうになるとですね、えー、逆にちょっと厳しい状態になる。しかしかですね今 ドル円がですね実は120円を上回ってきてますでこのドル円が120円を上回ってきているということがまあ、輸出企業の業績によってですねプラスに働くだろうというこのですね今 原油やですね、いろんな材料、まあ、商品市給のですね、高騰と、えー、この為替がですね、えー、相殺し合ってちょうど中立な状態になっているというのがですね、まあ、今の日本の企業に対する見方ですね。ですのでおそらくうー、まあ、企業業績のですね、発表に関してはですねそれほど今、 えー、不安感がなくなってます。そうなってくるとですね、来週のですね、終値のですね、えー、まあ日経平均はですね、まあ2万7600円ぐらいというのがですね、えー、まあ一番妥当な線じゃないかなというふうに思います。しかしですね、もし、えー、G7 でですね、ロシアに対して有効なまあ戦略が整ったりですね、あるいはロシアが弱気に転じる、ウクライナがよりですね、公正に転じる、そういったですねニュースがあればですね、えー、日経平均 もう一段落が上がることは当然考えられます。しかしですねもう一段落が上がった場合のですね、えー、水準というのはですねだいたい2万8800円ぐらい この水準にですね、次の壁があります。ですので、えー、まあ上がった場合でも28,800円そしてですね、まあ、何もなかった場合で27,600円、まあ、そういったですね、えー、このあたりの水準にですね、収まるんじゃないかなというふうに思います。まあ、願が悪くばです、ね、悪いことが起きないようにということはですね、考えているんですけれども、えー、まあ悪いことが起きてですね、下落するといった場合にはですねここで、 二つの窓を開けています。ですので、この二つの窓をガンガンと閉めていくとですね、また26,900円、要は27,000円割れといった水準がですね、下落の方は一つの目処になってくるかなというふうに思います。しかしですね、 株式市場のここ最近の動きを見るとですね、えー、株式市場というのはですね、いろんな情報が集まってきます。経済の情報だけではなくてですね、政治の状況、国際的なですね、こういったまあ何て言ったら紛争の状況もですね、株式市場というのはなかなかですね、私どもが知らないようなところで正確にですね、織り込んでくることがあります。で、そういったことを考えるとですね、ここ最近の動きを見る限りですね、おそらくこのウクライナ問題というのは徐々に 解決に向かっていきそうだなと、まあ、そういったですね、いろんな世界中の、まあ、投資家の根拠があるから今のですね動きがあるんじゃないかなというふうに思います。えー、ま皆さんもしこの局面でですね、この窓を埋めて下がってくるようなことがあればですね、そこはですね、ひょっとしたら大きな仕込み所になるかも分かりませんね。えー、皆さんぜひですね、こういったま動きをよく見ながらですね、投資売買をし続けていただければいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いいたします。 もっと正しくトレードを知りたい本格的にデイトレードをしてみたいそんな方のために LINE から無料情報を配信しています今すぐ知りたい方は画面右上にあるリンクをクリックしてください詳細はこの動画の概要欄から知れますよ是非この機会にデイトレードを始めてみてくださいデイトレードコツさえつかめば 簡単にできますよ。